音楽で、音楽で心も脳もワクワク、ノートレ音楽堂です。それでは最初に日にちの確認してまいりましょう。はい、本日は令和5年6月7日水曜日です。はい、6月7日は何の日でしょうか。今日はですね、計量記念日だそうです。測る、ね、ものを測るということね、はい、それから1951年には計量法というのが公布されたそうですよ。はい、ごめんなさい、今日はこれぐらいしか調べてなかった。はい、はい、ごめんなさい。はい、それでは1曲目のご紹介です。はい、はい、1曲目はこの道です。はい、はい、そして手遊びがありまして、はい、2曲目は箱根初里をお届けいたします。はい、それでは1曲目のこの道、はい、曲解説をお願いします。はい、この道は日本の歌曲で、北原白秋さんの詩に山田耕作さんが1927年昭和2年に曲をつけられまして発表になりました。はい、はい、札幌の時計台やアカシアの花などが歌詞に歌われています、ね、札幌の風景を、ね、歌ってますよね。はい、はい、1927年昭和2年に作曲されましたが、この年は日本初の地下鉄が東京に、はい、開業になりまして、東京地下鉄上野から浅草間が約 2.2 キロ開通しました。ですか、はい、昭和の初めですよね。はい、はい、それでは今からこちらの曲お届けいたしますが、はい、終わりましたら手遊びの後にちょっとしたクイズを、はい、お出しますので、それもお楽しみください。はい、はい、それでは参りましょう。この道ミュージックスタート。ゆっくりした体の動きをします。親指に反対の手でぎゅーっと軽く押さえ、握った感じっていうんですかね、こんな感じでしますね。サティという綺麗な曲で合わせます。じゃあミュージックお願いします。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 8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 3, 74, 75, 76, 77, 78,
体操を終わります。はい、本日の手遊びいかがでしたでしょうか。いかがでしたか。それではここでクイズです。はい、はい、この道、この曲の中には、何の花が咲いてる、何か花の名前が出てきます。はい、はい、これを花の名前当ててください。はい、1番アカシア、2番ラベンダー、はい、3番ハマナス。はい、はい、お考えください。答えをどうぞ。はい、正解を申し上げます。はい、1番のアカシアでした。はい、はい、当たられましたか。はい、それでは、はい、ありがとうございます。はい、2曲目と参りましょう。はい、はい、次の曲のご紹介です。はい、はい、本日の2曲目は箱根八里です。はい、1901年、明治ですね、明治34年に発行された中学唱歌の中で発表になった唱歌です。はい、鳥居誠さん作詞、滝廉太郎さん作曲です。はい、題名の箱根八里というのは旧東海道の小田原宿から箱根宿までの4里と、箱根宿から三島宿までの4里を合わせた距離だったそうです。なるほど。はい、はい、はいはい、歌詞にあった勇ましい行進曲のような歌になっています。なるほど。はい、はい、明治34年に、ね、はい、はい、発表になりました。はい、はい、明治34年という年は、はい、与謝野晶子さん、はい、乱れ髪が、はい、発売になったりですとか、山陽本線が全通した、うん、東京から下関ね、電車が通ったそうです。はい、長い距離でしたね。はい、ありがとうございます。それでは箱根八里、はい、聞いてまいりましょう。ミュージックスタート。いかがでしたでしょうか。いかがでしたか。それでは今日の曲を振り返ってまいりましょう。はい、
本日の1曲目はこの道でした。でしたね、はい、そして手遊びがありまして2曲目が、はい、箱根八里もお届けしました。お届けしました、はい、ありがとうございます。それでは明日の曲お願いいたします。はい、明日は6月8日です。はい、雨降り、雨降り、そして我は海の子を予定しております。はい、新しい曲になってまいりました。はい、それではまた明日もお楽しみください。本日も良い一日をお過ごしくださいますように、また明日お会いいたしましょう。ごきげんよう。